さあ皆さん、山形大学行ってみたいと思います。今日の長の全体像はこちら。段落は5個で、説明形式はこういう感じになっております。そして問いの5番の自由英作文ですが、これの対策動画は勉強法の動画にありますので、この色のついた4問、今日はこの4問行ってみたいと思います。ということで頑張りましょう。それでは最初の部分でございます。でこちら注釈ついてますからね、まずは一読をお願いします。さあ、まずは問いの2番でございます。考えていただけると嬉しいかと思います。さあ、設問の指示に該当するところはこのあたりですよね。 Two types と Two categories で、そこをつなぎさえすれば、あとは右側のコロンが答えを教えてくれますね。ですから正解はこの波線のところですよね。で、皆さん、説明の指示に英語でそのまま書けと書いておりますので、これをそのまま正解としていただけるとよろしいかと思います。さあ、続いて問いの1番のカッコ1ですね。こちらでございます。考えていただけるとよろしいかと思います。さあ、下線部そのものはセメント。まあ、セメントのイメージですよね。ですから、セメントで固めりゃいいんですけども、後ろにあるのは友情と書いておりますので、友情を固める。強い絆というイメージでよろしいかと思います。ですから選択肢の A であれば埋め合わせをする。で、選択肢 B はもうコンクリートそのもので固めちゃいますよね。これは絶対危ないと思います。で、C は破壊する。ですから正解は D ですよね。Ensure、確実なものとすると。ですから友情が固いものになれば、そうそう壊れないということですね。信頼関係なども確実ということで、D が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの2番お願いします。もちろん、cultivated。これは土地を耕すというイメージですよね。土地を耕して育てていく。それで皆さん選択肢いけそうですね。もちろん A は忘れた。B をすっ飛ばして C は無視するんですね。で、D は購入する。ですから正解は B ですよね。foster。何々を育てる。まさに土地を耕して育てていくイメージとバッチリでございます。ですから B が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、問いの3番お願いします。で、皆さん、もう emerge、現れるという意味ですね。ですから、これはもう一発でいけそうですね。もちろん正解は A ですよね。で、ちなみに選択肢の B は理解する。そして C は手を伸ばす。そして D は連れ出す。ということですので、やっぱり A が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。一読をしていただいた後、こちらとの4番お願いします。でもちろんこの単語、出だしが envy、羨むという表現から来てますよね。羨む。羨ましいということは、他者の姿を見て自分もそれになりたい。そうなりたいってことですよね。ですから、A であれば面白がらせる。で、B をすっ飛ばして C は興奮ですね。で、D は痛いだし。ですから自分もそうなりたいと望んでるわけですから、B が正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。こちら、問いの3番お願いします。で、これ、層の右側に VS の語順になっているのが最大のヒントですよね。皆さん、思い出していただけるとよろしいかと思いますが、S もまた V である。で、皆さん、こちらの動詞はこの左側の動詞と対応してましたね。ですから皆さん、この下線部と選択肢を見比べていただけるとよろしいかと思います。そして皆さん、ありがたいことに皆さん、文末これですよね。toward their classmates。こう書いてる選択肢は一つしかないですね。もちろん選択肢の C ですよね。ですからこれはもう一発で選択肢の C が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、最終段落でございます。まずはこの括弧5番ですね。考えていただけるとよろしいかと思います。もちろん outcomes、結果という意味ですよね。ですから A であれば約束、B は原因、C は選挙ですね。ですからこれも一発で選択肢の D ですね。results、結果ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、最後問の4番でございます。こちらの和訳をお願いします。で、解説はホワイトボードでいたしますね。さあ皆さん、該当箇所を書き出してみました。皆さん、上が本文そのまま。
そして模範解答は下に書いておりますので、皆さんこれを見ながらですね、聞いていただけると嬉しいかと思います。それでは一番先頭でございます。Being liked creates opportunities。で、もちろん creates が動詞であるということは問題ないかと思います。例えば皆さん、自動詞ですか、他動詞ですかと言われたら、想像したよー。何をーということですので、他動詞でよろしいかと思います。ですから皆さん、右側の opportunities。皆さん、これが目的語ですよね。ということは一番先頭の being liked。好かれるというところが主語でよろしいかと思います。そして for learning、前置詞プラス名詞ですから m。 そしてその次もですね、皆さん m が並んでますよね。前置詞プラス名詞ですから就職語ということでよろしいかと思います。そして皆さん右側 that は何なんですかということですが、右側に help という動詞がいきなり来てますので主語がないな。で、皆さんこういう文章を不完全な文と呼んでおります。そしてその状況になった時に皆さんこの that を関係代名詞と判断しましたね。ですから、この that 以下を、皆さん左側の先行詞にかけて和訳することになるかと思います。で、あと皆さん that 説の中身ですが、皆さん help を見たらあの文型でしたね。もちろん第5文型ですよね。SVOC。ですから somebody が目的語。で、gain an advantage。これが保護ということでよろしいかと思います。で、皆さん文型はこんな感じでよろしいかと思いますね。で、あと皆さん訳す順番でございます。皆さんまずは主語が最優先ですからね。ですからこちらが1番目。で、皆さん動詞はなるべく最後に回した方が綺麗に決まります。で、後ろ目的を訳そうと思うんですが、その次に皆さん前置プラス名詞の M が来ておりますので、だから訳す順番としては右側から左側。ですから主語の後はここでよろしいかと思います。そして皆さん and と並列されているこの辺りをどうしましょうということですが、だから関係代名詞が存在しておりますので、皆さんもうこれも右側から左側。こういう感じでよろしいかと思います。で、あと皆さん help が第5文型取っておりますので、思い出していただきたいのは目的語と保護の関係。当然、主語、述語の関係性でしたね。ですから3番、4番、この順番でよろしいかと思います。で、皆さん、動詞はなるべく後回しですので、3、4、5の順番でよろしいかと思います。で、あと皆さん、先行詞にかけたいんですが、だから、カインドを見たら皆さん、左側から右側へ訳し下げましたね。ですから、新しい種類のを先に訳しといて、右側へ。ですから、6番、7番の順番でよろしいかと思います。で、すべて訳し切ってからですね、最後は動詞に戻していただけるとよろしいかと思います。ですから、こういう順番ですよね。ですから皆さん、こういう感じでちょっと言ってみたいと思います。一番先頭、人に好かれることは、学習や誰かが長所を得る。もしくは誰かが利点を得る。まあ、少し砕けていくと有利になる。ことに役立つ、新しい種類の人生経験のための機会を作り出す。こんな感じでよろしいかと思います。ですので、下の和訳も参考なさっていただけるとよろしいかと思います。それではお疲れ様でございました。では今日の山形大学単語の問題が多かったですが、ちょっと振り返ってみたいと思います。皆さん、単語と言われれば、当然単語集で頑張って覚えてるかと思います。ただ皆さん、どんな単語集を使ってもですね、完璧なものはないですし、知らない単語はやっぱり出てきます。じゃあそれに出くわした時にどうしますかということですが、そこからは人によって対応が分かれますよね。ひいては合否を左右する可能性もございます。確かに皆さんこれでございます。といった長文の中で出てきた未知の単語ですね。これはほったらかしにするんじゃなくて、できればノートに書き出しておいて、模擬試験直前や試験本番直前に総復習すると効果がありますよね。もしくは直前期でございますので、他の科目に支障はないかと思います。ですからそうやって皆さん単語を地道にコツコツ足していくと、試験本番に的中ということが十分起こり得ますので、ちょっと頑張っていただきたいなと思います。ということで、参考になさってください。